河川法、河川法、河川法、昭和39年7月10日法律第167号は、日本の国土保全や公共利害に関係のある重要な河川を指定し、これらの管理、治水及び利用等を定めた法律である。現行の河川法においては、法の対象とする河川について、推計を基本的な単位としている、推計主義、 水系は一級水系と二級水系に区分される。一級水系に含まれる河川は一級河川、二級水系に含まれる河川は二級河川と称される。湖や沼であっても水系の一部とされる場合が多く、琵琶湖、淀川水系霞ヶ浦、利根川水系は典型例である。海に接していない内陸県にある河川は基本的に一級河川であるが、例外は 山梨県の本栖湖、小人湖、聖湖で、これらの湖は、どの水系にも属していないために旧河川の扱いである。三重県の長子川、水系、和歌山県の引川水系と日高川水系は、流域が内陸の奈良県に小物の二級河川である。なお、河川法の適用を受けない河川は、普通河川と呼ばれる。河川法の制定以前における、 河川関連の法制度は1871年、明治5年に大倉省によって施行された河口道路修築規則がある。日本最初の河川法は1896年、明治29年4月に制定された。この法律は河川管理者を原則として都道府県とし、必要に応じて国が工事を実施する体制を定めた。 当時相次いで起こっていた水害の防止に重点を置いたもので、以後日本の大河川の改修はこの河川法の下で実施された。当時森林法、砂防法と合わせ、治水三法と呼ばれた。この旧河川法における河川管理の特色は河川を河川法適用区間と河川法巡用区間に分け、適用区間については内務省、戦後は建設省によって、 直轄管理を行い、巡洋区間については各都道府県知事が管理を行うというものであった。制定当時は治水にのみ重点を置いた法整備であったため、離水に関する想定はされていなかった。ところが1911年、明治44年に電気事業法が施行され、全国各地で水力発電を目的とした河川開発が行われると、 高精度の不備が発生した。地水を念頭に整備されたために離水に対する法解釈はないに等しく、事業推進に著しい不利が起こることがあった。加えて発電用ダム建設に伴い、小川流木事件や宮田用水事件など、観光水利権者と電事業者の利害衝突が相次いで発生したが、休暇戦法ではそれに対応できるだけの対策が皆無であったため、 紛争の調停に対処できなかった。政府は旧河川法の不備を補填するために1926年、大正15年に河川行政監督令、1935年、昭和10年には河川延定規則を施行し、こうした事例に対して速やかな対応が取れるように法制度改善を図った。だがこの頃になると、物のべおさを,を内務省土木試験所長が 火水統制計画案を発表、一水系を一貫して開発し、地水、利水に役立てようとする主張を行った。当時アメリカでは、テネシー側流域開発公社、TEVA が実績を挙げており、これに影響された、内務省は1940年、昭和15年より7河川に1故障において、火水統制事業を実施した、詳細は、河川総合開発業を参照。 戦後、打ち続く水害に対処するために、火水統制事業はさらに推進された。これに加え1947年、昭和22年の国営農業水利事業制度の発足、1950年、昭和25年の国土総合開発法施行、1951年、昭和26年の電気事業再編によって、複数の事業者が河川総合開発事業に参入し、 多目的ダムを中心とした河川開発に携わった。だが、今度は河川事業の責任主体が一体誰なのか混乱する現象が起こり始めた。特に多目的ダムについては施行、管理主体が明確化できず、民法244条から262条による共有物規定に従い持ち分比率にじた施行、管理が行われる状態であった。 このため1957年、昭和32年に特定多目的ダム法が施行されることによって、必要種目的とする国直轄ダムについては、その所有権を国、建設大臣に位置化し、その他の事業者は使用権を許認化することで決着を見た。だが、水力発電に加え上水道、工業用水道の需要が高まり、 河川の高度な水利用が水系の広範囲にわたるようになると、今までの河川法のような限定的な河川管理では、到底カバーできない状況となった。このため、かつてモノノベが主張していた水系一環の河川管理によってこうした増加する水需要と治水対策に対応し、かつ特定多目的ダム法や地産地水緊急措置法、 工業用水法などの河川関連法規と整合性を図るために河川法の改定が不可欠となった。こうして1964年昭和39年に新河川法が制定された。新河川法は一水系をその中小河川までまとめて一貫管理し、一級河川、水系を国の管理下に二級河川を都道府県管理とすると共に従前は 河川法の適用外であった普通河川の内市町村が指定したものについて、河川法の規定の一部を巡用することとした巡用河川。以後、明治の河川法を旧河川法、昭和のものを新河川法として区別するようになった。また、従来明確ではなかったダムについての定義も、いわゆる利水ダムについては明確化された。すなわち第44条第1項において、 河川の流水を貯留し、または取水するための第26条第1項の許可、工作物の新築等に対する国土交通大臣や都道府県知事といった河川管理者からの許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から包みいただきまでの高さが15メートル以上のものを第2章第3節第3巻、ダムに関する特則の適用を受けるダムと定義した、なお河川管理者が 河川管理のために設置するダム、治水ダムについては定義する条項がないが、1976年、昭和51年制定の政令、河川管理施設等構造例」において、同様の定義、15メートル以上がなされている。さらに、第17条と第51条において、多目的ダムなどの、原用工作物、河川管理施設、治水ダムと、その他の施設、工作物、 利水ラムを兼ねたものの管理、河川管理者と水利使用者の共同管理についての規定が加わり、管理責任の所在をより明確化させることが可能になった。20世紀末には河川環境に対する配慮と期待が大きくなり、1997年、平成9年に河川環境の整備と保全を目的に加えた改正がなされた。これは利水の高度利用によって、 河川環境が著しく損なわれる事例が後を絶たず、折からの環境保護思想の高まりを受けて、過度の河川開発に対して批判や警鐘を鳴らす意見が多くなったことが背景ある。また、河川そのものをレジャーの一環として利用する傾向がさらに高まり、新河川法制定時には想定されなかった事態が出てきたことも改正の動機となった。最大の特徴は、 河川環境を維持、保全することであり、例えば従来のコンクリート主体の護岸工事の修正、発電用ダムを含めたダムの河川維持放流の義務付け、河川生態系や植生の保護、育成が河川管理の目的に加わった。これにより大井川や信濃川などで発電用ダムから維持放流が行われるようになり、河川の無水区間解消が図られた。このかダムや河川敷など、 河川施設を一般に開放し、観光資源に寄与することも目標に挙げられた。1997年以前の河川放課では、河川整備の計画について、工事実施基本計画を設定していたが、改正後は新たに、河川整備の基本となるべき方針を決めた、河川整備基本方針と、具体的な河川整備内容を決めた、河川整備計画を設定することとなった。 このうち河川整備計画は地方自治体主張や地域住民等の意見を反映する流域委員会などの諮問機関が設置され議論が行われている。これらは住民参加型の河川事業の実現という目的で実施されたが治水の根幹に関わる項目計画降水流量やダム事業などについては国土交通省の審議会で決定されている。基本方針策定において 地域、自治体主張や住民が参画しているが、参加規定が曖昧であったり、委員の固定化や国土交通省による一方的な議事進行、議論時間の不足、1回に3時間の会議や数か線、まとめた方針会議などといった不備の面が指摘されている。こうしたことからト根川、デシ川、淀川などでは、流域委員会の機能不全に反発する民や市民、団体、 活動家もいる。河川法の目的は、従来の治水、旧河川法に、離水、新河川法、そして、環境保護、97年改正河川法を加え、時代に即した河川管理のあり方を施行している。主要な改定点は、この3点であるが、他にもいくつかの小さな改正がある。2008年5月14日、冬芝鉄道国土交通大臣、 当時は、増田広也地方文献改革担当大臣との会談の中で、一つの都道府県内で完結する一級、河川53推計の管理権限を原則として、都道府県に移管することを表明した。具体的に移管される河川は特定されてはいないが、例外規定として、この3条件のいずれかに当てはまる河川は、仮に一時地体内で完結している場合でも、 従前通り直轄での管理を行うとしているが、その範囲は極力限定的なものにする方針とされている。また、複数の自治体をまたがって流れる河川のいくつかについても、将来的には段階的に地方自治体に管理を移譲するとしている。最終的には、約70推計程度が地方自治体に管理移管される予定とされいるが、 国土交通省内部や自由民主党内部からの強い反発も予想された。2018年7月13日現在で一級河川は14,066河川、河川延長 88,101.0km であり、2005年4月30日現在の一級河川は13,994河川であり、以前よりむしろ拡大していることから、 見直しは2018年7月現在されていない。河川法令では、水系の区分についての用語は定義されていないが、行政実務上、水系は一級水系、二級水系、単独水系に区分される。河川法の適用される河川は一級、河川、二級河川に区分される。これらを総称して、放河川あるいは、河川放河川と呼ぶこともある。 これら以外の河川は、河川法の規定が順用される、順用河川と、河川法が適用されない、普通河川に区分される。水系が独立することから、一級河川と二級河川が同じ水系に属することはない。河川名は、河川法において、基本的には、源流から川口もしくは合流点まで、同一の名称で統一されている。河川法改定以前は、県、 市町村、地域によって異なる河川名表示が多く見られたが、水系一貫での河川管理に照らした場合混乱や支障をきたす可能性があった。このため、河川法で指定される一級、二級水系の河川について、河川、河川標識など及び河川施設、ダムなど管理指向に関する河川名表記については、行政管理上、浄化流を一貫して、 同一河川名で表示している。しかし、品野川の長野県内における名称、千曲川など地元に強く認知されている河川名では、当該地域での一般的な名称で表示されていることがある。また、一級、二級水系指定の際に名付けられた水系名が、必ずしも本流の河川名で使われているわけではなく、別称が一般化している例もある。川水系や、 都線水系がそれであり、前者は熊野川、後者は四万十川の名称が一般的である。このため地元からの要望によりこれらの河川名が変更され、水系名と本流の名称が分離される例が出た。以下の表は河川名の別称例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。